どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。いやー、すごかったわ。どうかしたのか？さっき交通事故を見かけたんだけど、ひどい事故の仕方をしてたのよ。交通事故か。そりゃ大変だな。下手をすれば命が失われてしまうし、ゾッとするぜ。私たちも気をつけないといけないわ。今日見かけた事故で、高知白バイ衝突死事件を思い出してしまったわ。そんな事件、聞いたことないぜ。白バイって警察のエースって感じだが、そんな存在が事故に絡んだのか？あらマリサ、知らないの？それじゃ今日は高知白バイ衝突死事件について解説していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは、2006年の3月3日午後2時30分頃だったわ。20年近く前の事件か。何があったんだ？高知県赤羽郡春野町広岡中にある、道路左側のレストランが現場になったわ。このレストランの駐車場を出発したスクールバスが、交差点に進入しようとした時に、白バイと衝突したのよ。白バイの方がぶつかってきたのか？当時26歳だった白バイの運転手である巡査長は、胸部大動脈破裂で亡くなってしまったわ。スクールバスに乗ってた人たちは大丈夫だったのか？スクールバスには学生22人と教員3人、そして運転手がいたけど、誰も怪我はしていなかったわ。よかったぜ。しかし白バイの方から突っ込んでくるとは驚きだな。でもねマリサ、話はこれでは終わらなかったのよ。どういうことだ？事故を起こしたのは白バイ側だと考えられていたけど、スクールバス運転手が逮捕されてしまったの。スクールバス運転手は、交差点に進入しようとしてただけだよな。安全確認不十分のまま、交差点に進入しようとした結果、走っている白バイに気づかなかった、ということになってしまっているのよ。そうだったのか。実際の事故の状況を見てないから何とも言えないな。実際の状況を詳しく説明するわね。スクールバスは、駐車場から交差点へ、右折して進入しようとしていたわ。つまりスクールバス側は停車していたのよ。停車してたのか。それなら、白バイ隊員が亡くなるほどの勢いが出るはずないな。そうね。実際、バス運転手は停車させていたと主張していたし、証人も複数いたわ。バスが白バイを跳ねたんじゃなくて、白バイが突っ込んできたっていうのは、火を見るよりも明らかだったのよ。なのに逮捕って、さすがにおかしいんじゃないのか？ある一つの証拠が争点となったのよ。車っていうのは急ブレーキをかけたら、地面にブレーキ痕が残るわよね。ああ、当たり前だぜ。勢いよく止まるんだからな。現場にはどうやら、スクールバス側にブレーキ痕が残されていたらしいの。左側の前輪には 1.2 メートル、右側前輪には1メートルのブレーキ痕がね。バス側のブレーキ痕だって？それじゃあまるで。スクールバスが白バイに気づき、急ブレーキをかけたように見えるのよ。だが、スクールバスは止まってたんだよな。複数の証人の発言もあるそうじゃないか。なら、バスは止まってたんじゃないのか？確かに、バスが停車していたことは間違いなさそうだったわ。でも、裁判所は驚くべき判断を下したのよ。どんな判断なんだ。複数の証言はあくまでも第三者であるというだけで、それが信用できる発言とは限らない、としたのよ。どういうことだ？第三者の発言が、必ずしも信用できるわけじゃない、と言いたいのよ。もしかしたらみんなグルの可能性もある、とも取れるわね。そんなわけないだろ。だけど、裁判所側は中学生や先生、通りかかった人たちの発言には信憑性がないと判断したわ。何を信用したかというと、通りすがりの他の白バイ隊員の発言よ。通りすがりに他の白バイ隊員がいたのか。その人はなんて言ってたんだ？白バイ隊員が言うには、バスは時速10キロを出してて、白バイは法定速度の時速60キロ以内だったらしいわ。そしてスクールバスはぶつかってきた白バイに気づかず、ぶつかった後に急ブレーキをかけたと話したのよ。それが本当に信用できるのか。目視で10キロと60キロを見分けるなんて、本当にできるのか。この白バイ隊員の発言に対し裁判所は、白バイ隊員は日頃から目視訓練をしているから、証言には信憑性がある、と判断したのよ。第三者の発言より、白バイ隊員の方が信用できる。なんだか、妙にきな臭いものを感じるぜ。そうよね。こうしてこの事件は、謎が多く残っているにもかかわらず、最高裁で禁錮1年4ヶ月の判決が下されて終わったのよ。禁錮刑にまでなったのか？運転手は上告したんだけど、最高裁はそれを棄却したのよ。こうして、実刑が確定してしまったわ。意味がわからないぜ。なんか、あまりにも決めるのが早すぎないか？この判断には納得していない人も多かったみたいよ。当時も結構ニュースになっていたわ。実刑判決ってことは、当然運転手は仕事も失ってしまうんだよな。そうみたいね。免職だけじゃなく、今後同じ仕事に就けるかどうかも怪しいわ。
なんだかすごく、陰謀めいたものを感じるんだが、マリサの勘ぐりは当たっているかもしれないわね。調べれば出てくる話だから、ここからは運転手の名前を伝えるわ。片岡さんという人物なんだけど、片岡さんは出所後も無実を訴えていたの。実刑判決を食らってもなお、戦おうとしていたんだな。再審請求をした理由は、自分の汚名の返上というよりも、子供たちのためという目的が強かったらしいの。子供たちのためって、どういうことだ？スクールバスには22人の子供たちが乗っていたって話したわよね。彼らは当時3年生で、出所後はもう高校生になっていたけど、片岡さんはその子供たちに、真実だけはちゃんと伝えたい、と考えたらしいの。片岡さん、まるで教員のような志を持っているんだな。正義の心の強い、立派な人だと思うわ。片岡さんは出所後、弁護団、検察、地裁の協力を得ながら、自身の無実の証拠を集めることにしたらしいわ。その中で、ある強力な証拠を入手することができたらしいの。ある強力な証拠。強力な証拠というのは、ネガフィルムのことよ。裁判所から入手したらしいわね。そんなものが手に入ったのか。どんな写真なんだ？事件当時の道路状況の写真みたいで、ブレーキ痕の写真もあったらしいわ。それをフィルム鑑定の専門家である千葉大学名誉教授に鑑定してもらったのよ。専門家に見てもらえるなら、ブレーキ痕について何かわかりそうだぜ。写真解析ソフトを使った結果、ブレーキ痕がより鮮明に確認できたの。驚くべきことに、写真に写っていたのがブレーキ痕ではないことがわかったのよ。どういうことだ？どうやらブレーキ痕ではなく、絵だったらしいの。何らかの液体で描いたものであると、鑑定書で断言されていたのよ。おいおい、どういうことだ？ブレーキ痕が絵で、鑑定書でも断定されてるってことは。裁判所は、ブレーキ痕が絵であることが分かってて、それでも片岡さんに実刑判決を下したことになるわね。これはとんでもない話だぜ。警察が嘘をついて、裁判所側も嘘を知ってて丸め込まれているってことだよな。考えるだけでゾッとするわよね。裁判所も警察には逆らえないから、何もできないみたいだわ。それじゃあ全く公平な裁判にならないじゃないか。何のための裁判所なんだ。司法が警察に牛耳られちゃうと、もうできることは何もないわ。ひたすら警察の目に留まらないように祈るくらいしかないわね。ひどすぎるぜ。しかし、どうして警察はわざわざ事件の捏造をしたんだ。冷静に考えてみてほしいんだけど、いくらバイクとはいえ、法定速度である60キロでバスに突っ込んだとして、そのまま亡くなってしまうことなんてほぼありえないわ。当然ヘルメットをしているわけだし、頭を打っても致命傷にはならないからね。じゃあどうしてその場で即死してしまったんだ。簡単な話よ。白バイ隊員は速度超過をしていたの。なんだって。警察が速度超過で事故死だなんて、笑うに笑えない話だからね。相手側も完全に停車していたとなると、警察としては自身のメンツを保つためにどうにかしなきゃいけないわ。そこで捏造という手段を使ったのよ。白バイのやらかしをもみ消さないと、警察のメンツが潰れてしまうと。それで関係のないバス運転手が巻き込まれるなんて、最悪だぜ。事故を起こしたのは白バイ隊員なのに、たまたまぶつかられただけで、運転手が悪いことにされたわけだからね。こんなのいくらなんでも間違ってるわよ。まったくもってその通りだぜ。もっと世に出てもいい話じゃないか？テレビなんかでも、あまりにひどいとして、今回の事件は取り上げられたの。だけど、捏造をしただなんて警察が認めるはずもないわ。だが、ブレーキ痕が絵だって証明されたんだろ？だったら言い逃れのしようがないぜ。ところが、警察側もまだまだ逃げ道を用意していたのよ。まず、警察の言い分として、普通に考えてブレーキ痕の捏造なんてできるわけがない、というものがあったわ。普通に考えてって、どういうことだ？事故があると警察が通報を受けて、現場に向かうわよね。そこで事情聴取やら現場検証やらしているんだから、とても捏造の時間はないと主張してたの。確かに現場検証って、いろいろ大変そうだとは思うが、だが逆に言うと、現場検証のタイミングが一番捏造できるんじゃないか。そうね、私もそう思っていたわ。だけど裁判所側も、ブレーキ痕の捏造なんかするはずがないと言ったわ。裁判所と警察はグルになってるってことか。あんまりそんな言い方はしたくないけど、ここまで露骨だとちょっとそう感じちゃうわよね。ブレーキ痕は明らかに絵だって、専門家が断定してるんだろ？その専門家の意見を全部無視するって。普通に考えたらありえないわよね。警察側は今回の捏造の話について、記者会見まで開いたのよ。記者会見まで。警察側も、ただの戯言だと思ったら放っておくもんじゃないか？普通はそう思うはずだけど、高知県警は異例の記者会見を開いて、捏造や、飲料水でブレーキ痕を作ることは絶対にありえない。
と断言したみたいよ。ごまかしているようにしか感じないぜ。ついでに言うけど、他にも証拠が出てきちゃってるのよ。まだあるのか？どうやら警察内部から、あのブレーキ痕は捏造だったと、いくつか告発があったみたいなのよ。それじゃあもう黒確定じゃないか。それでどうして警察側が裁かれないんだ？それでも警察は何も悪くないっていう判断がされたみたいね。内部告発も所詮は告げ口だから、証拠としては弱いと考えられたの。これだけ黒確定みたいな流れになってるのに、警察は固くなに罪を認めようとしないんだな。日本という国は法治国家なのよ。疑わしき派罰せずという言葉もあるわ。つまりどんなに疑わしくても、明確な証拠がない限りは、逃げ切ることができてしまうということなのよ。そんなのありかよ。というか、証拠だったらブレーキ痕捏造の証拠があるじゃないか。逆に、捏造したっていう証拠を捏造したんじゃないかと、言われてしまうような状況なのよ。水かけ論になってしまうと、警察側がゴリ押しできてしまうんだな。しかし、どうしてここまで警察は自分たちの悪事を、ひた隠しにしようとするんだ。つい最近の大きな交通事故捏造事件だと、飯塚幸三氏の話があったわよね。ああ、池袋暴走事故ってやつだな。あれも今でこそ飯塚氏が裁かれる展開になったけど、最初の方は近くにいたトラックが罪をなすりつけられそうになってたのよ。え？そうなのか？戦いの末に、なんとか飯塚氏の罪を暴いて今の状況になったのよ。でも、高知白バイ事件に関してはそれは難しそうなの。今回は警察相手だからね。そういえば、ドラレコは当時なかったのか？ドライブレコーダーが普及し始めたのは2003年以降からなの。普及の速度も緩やかだったから、当時のスクールバスにはついてなかったのかもしれないわ。ついていたら、バスは停車していたという明確な証拠として、使えたはずなんだけど、残念だわ。そうだったのか。ドラレコさえあれば、警察もグーの音が出なくなると思ったんだがな。多分、仮にドラレコがあったとしても、警察にはまだまだ証拠を隠す手があったと私は思っているわ。これって要するに、一般市民では、警察が何かしても咎めることができないっていうことじゃないか。実際、速度強化した白バイ隊員の尻拭いのために、バス運転手という一般市民が利用されたわけだからね。日本全国の警察がそうではなく、あくまで一部の一例であることを願うわ。まったくだな。ちなみに、高知県では今でも捏造事件は起きてるのか？それはわからないわ。私たちが知らないだけで、まだまだ起きてるかもしれないわね。そもそも捏造が完全に成功していたら、知る機会もないのよ。もしそうならとんでもない話だぜ。高知県警本部長はどんな気持ちだったんだろうな。きっと、何も罪の意識はないと思うわ。罪の意識があったらこんなことできるはずがないじゃないの。だが、今の時代だったら SNS も発達してるし、同じことが起きても全国の人が味方になってくれそうではあるな。確かにそれはそうね。飯塚氏の件でも、SNS などで話が広まったところ、事件の真相が明るみになっていった経緯があるのよ。当時の白バイ事件は大きな力に逆らうことができなかったけど、今なら立ち向かえる可能性は十分にあるわ。国家権力に立ち向かうってのは相当な覚悟がいるが、理不尽に対しては徹底的に戦っていきたいと思うぜ。今回の話はどうだった？あまりにも、警察の腐敗ぶりを感じる事件だったな。本来なら守るべき一般市民を巻き込むとは、言語道断だぜ。警察の腐敗ぶりもすごいし、裁判所が警察に逆らえないっていう状況も絶望感がすごいわよね。そうだよな。これじゃどんなに証拠があっても、問答無用で実刑判決が下されてしまうぜ。せめてもの救いは、警察内部から告発者が出てくれているところかしら？何人かは、ちゃんと正義の心を持ってくれているみたいね。そのようだな。しかし上層部があんな状況だと、告発しても無駄に終わってしまいそうだぜ。無駄にならないためにも、今後の告発は、SNS なんかにすると効果がありそうな気がするわね。最近は大きな事件があれば、すぐに炎上騒ぎになるような時代だからな。今回の白バイ事件のようなもみ消し方は前時代的とも言えるから、現代も今回のやり方が通用するとは限らないからね。いつか、しっかり警察には罪を償ってほしいと思うぜ。というわけで今回は高知白バイ衝突死事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。